新丹大学、または、オーロラ大学は、1903年から1952年の間、上海にあったカトリック系の大学である。1903年2月27日、中国人教育家の馬合、博とフランスのイエズス会によって、新丹学院として設立された。創立者の馬合博は、イグナチオ工学に学んだ後、イエズス会に入り、宣教師、 イグナチオ工学の校長を務めた後、イエズス会を脱会し、役人となった人物でアメリカ、ヨーロッパも旅し、西欧の進んだ大学制度を中国に実現しようとした。馬井博は1898年にイエズス会に再度入会し、1903年2月28日にフランス宣教団とイグナチオ工学から、ジョカワイの以前、天文台であった建物の部屋を借りて、 24人の学生と新探学院を創立した。夜明け、または朝日の意味の新探入学愛白の思いが込められていた。1年後、106人の学生が入学し、その中には中国の課挙制度に合格した8人の官邸と20人以上の強距離線の合格者、学人が含まれていた。1905年9月、新朝は課挙制度を廃止した。 はじめ2年の過程であり、ラテン語とフランス語や英語などの西欧言語の一つを学んだ。後に人文科学を学ぶ文科と自然科学を学ぶ割かに分かれて専門教育が行われた。キリスト教系の学校であったが、馬尾博は宗教教理の議論や宗教教育に反対した。創設時の新丹学院は中国改革や革命を目指す。 知識人と関係が強く、両警長や、蔡玄梅が、ラテン語を教え、革命派のウミンギトが学生として入学していた。1904年9月に、イエズス会の神父、フランスはペランが副校長、教務長となり、うまい、ハクとイエズス会は教育の方法で対立することになった。1905年8月にウまイ、ハクと一部学生は、新誕学院を去り、 福丹大学を設立した。その後、新丹学院は、イエズス会の管理下で発展、開祖され、1906年には172人の学生を有し、革命の活動は禁じられた。1907年にロケワンに新校舎を作った。1909年に聖マリア病院を併設し、医学部を作り、1917年には医学博士課程も設けられた。 1934年には看護学校も作られた。中国のカトリック系病院の医師の75%が新丹大学の出身者となった。1917年に新丹学院は新丹大学院に改称され、1930年に新丹大学に改名された。1932年に新丹大学は4学科となり、それまでフランス人、 イエズスカイ氏が校長を務めていたが同じ年に初めて中国人の子フミテルが校長となった。1930年代には留学生も入学するようになった。1937年にアメリカの精神修助会の援助で新丹女子分離学院が作られた。1952年に共産党政権下で西洋羽大学などと統合されて上海第二医学院となり、 2005年に上海交通大学と統合され上海交通大学医学部となった。ありがとうございます。